ジ、はい、経営者旅行といいますか、そうですね、はい、各店舗ね、持った人間だけでシンガポールに来ておりましてですね、よっ、なんか見てください、シンガポールにね、ユニバーサルスタジオジャパンがあるということで、はいはいはい、今回はね、シンガポールのユニバーサルスタジオジャパンをね、ホストの経営者だけで回ってみようじゃないかという、もうクソ企画何がおもろいね楽しんでね、はい、楽しんでいきましょう、楽しんでいきましょう、でね、なんかちょっと規模がやっぱり日本と違うみたいなんで、あーそうですね、うん、ジェットコースターとか中に売ってるものかな、そうね、大阪のユニバーサルスタジオジャパンがどれだけいいのかっていうところもね、そうやね、比べ持ってやりましょう、シンガポールのユニバーサルスタジオシンガポールで楽しむまでスイシンガポール入場しました、わーすごいな、よいしょ、大阪でユニバとか行く？ユニバ行かんな。やんな。5年ぐらい取らんな。行ってないよ。5年ぐらい。5年ぐらい行ってない。感じちゃうな。ちょっと。しかもあれやん。ハロウィーン書いたらやん。終わった。うん。いや、いいね。いいな。まあ、楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ジェットコースターもレベル高いな。あれね。なんかくにゃくにゃくにゃがすごいもん。このね、トランスフォーマーってやつがちょっとなんか面白そうなんで、これ行こうか、トランスフォーマー、いや逆にありがたいよ、ガラガラの方がガラガラの方がありがたい、みんな気合入ってる、全然入ってない、結構混んでるな、混んでる ねトランスフォーマー、スパイダーマンみたいな感じやろね、おそらく日本っていう、まあけど一番人気の話から結構いい、あ、あ、うさぎさんおるやん、それ何のキャラなの、これ、これ、うん、これミッキーちゃん、やめさせてもらおうちょっと緊張してきておしっこ漏れそうやで、みんなトイレ大丈夫、いける、ノッポそれなんやん、これ、うん、出てき、そんな出てき、いや、めっちゃおもろかったな、おもろかった、暗すぎて何でも見えへんわ、楽しかった、なんかちょっとスパイダーマン系の、ね、写真ないバージョンみたいな、全種類いらんか、全種類いらん、これは視聴者の一人にプレゼントで、誰も見てくれお次はですね、リベンジオブザマミーというアトラクションに回っちゃいましょう、これえハムラップじゃない、ハムラップみたいなもん、一曲ちょっとラップで表現してみよう、よ、よ、この熱い思い俺しっかりラップで楽しんでいくからよろしく今日もよ以上でーす、やー、いやーやばかったな、さっきの怖い、怖すぎた、怖い、死んだもんな、怖い、ね、怖い、まあまあ今からね、レストラン、高級なとこ予約してるから、そこみんなで行くんで、まあユニバからは中継はこれぐらいにしておきますか、バイバーイ、また来てください、ありがとう。